テニス美女記憶に残る引退選手編パート2。女子テニス選手って綺麗で可愛い選手が多いですよね。このチャンネルでは過去にもテニス美女を取り上げてきました。概要欄に評価の高いテニス美女動画を載せてありますので合わせてみてください。今回のテニス美女は引退した日までも記憶に残る綺麗で可愛かった選手たちです。それでは行ってみましょう。一人目の美女テニス選手は、アナ・イバノビッチ、セルビア。1987年11月6日生まれ、身長186センチメートル、かなり背が高いですよね。イバノビッチは、セリーナ、シフィオンテク、大坂なおみよりも背が高いんです。男子だと、錦織よりも、ナダルよりも、フェデラーよりも背が高いんですよ。当然のように、モデルとして活躍していました。ジョコビッチとは同じ町で生まれ育ち、年齢も同じなんです。幼馴染なんですって。身長を生かした力強いフォアハンドとファイト溢れるプレー。弾ける笑顔で人気も実力も兼ね備えた選手でした。主な戦績。グランドスラム優勝。準優勝2回。ベスト4、1回。世界ランキングは1位まで上り詰めました。セルビア人としての世界1位はジョコビッチが数ヶ月前に達成。女子としては初めて。ジュニア時代は主だった成績もなく、当時のセルビア情勢を考えると快挙だと思います。プロになるまで、同じセルビア出身のモニカ・セレシュの活躍をテレビで見て、私もテニスがしたいと両親にお願いしたのが4歳の時。ちなみに、セルシュは旧ユーゴスラビア出身です。ユーゴスラビア紛争や独立などがあり、セルビアという国は2006年から始まっています。イバノビッチの幼少期も、セルビアを含む周辺国では紛争や空爆がありました。プールの水を抜いた簡易的なテニスコートで練習していたこともあったそうです。空爆の危険もある中だったので、安心して快適にテニスという環境ではないでしょう。イバノビッチの情熱や強い意志などは、この時に培われたと言われています。プロ生活。15歳でプロに転向し、21歳の2008年、全豪オープンで準優勝。全仏オープンで優勝。同じく2008年に世界ランキング1位になりました。セルビア人女子としては初めてです。この頃がキャリアのハイライトです。その後、怪我によってなかなか思うように活躍できない時期が続きました。2016年にはサッカーのドイツ代表選手と結婚。年末には引退を発表しました。イバノビッチはヨネックスのラケットを使い、日本の大会でも優勝しています。いくつかの日本企業とも契約をしていましたし、日本でも人気がある選手でした。現在はセルビアのユニセフ大使を務めるなど、慈善活動にも力を入れています。強くて可愛い選手は大勢いますが、グランドスラム優勝や世界1位になった選手というのは、実はそんなにいないんですよね。高いレベルで両立するのは難しいのです。そんな中、イバノビッチはグランドスラムで優勝しているし、世界1位にもなっています。怪我の影響もあって、1位の期間は短かったのですが、印象に残る選手でした。続いての美女テニス選手は、マリア・キリレンコ、ロシア。1987年1月25日生まれ、身長174センチメートル、マリア・シャラポワと同じ87年生まれ。同じロシアの出身で同じマリアという名前。シャラポワと共通点が多いので、もう一人のマリアなどと呼ばれていたこともあります。もう一人の、なんて呼び方をするのが申し訳ないほどの戦績と可愛さです。主な戦績。最高ランキングシングルス10位。ダブルス5位。グランドスラムシングルスベスト8、3回。ダブルス準優勝2回。WTA ツアーチャンピオンシップダブルス優勝。ロンドンオリンピックダブルス銅メダル。プロになるまで。テニスを始めたのは7歳の時。
12歳の時にロシアのトップコーチから注目されます。その後特別プログラムが組まれて急成長。2002年15歳で全米オープンジュニア優勝。プロ生活グランドスラムデビュー16歳。すごいです。予選から3回戦まで勝ち上がりました。初めてのグランドスラムなのに予選から3回戦までってすごいですね。16歳ですから。エマ・ラヌカヌが19歳で予選から勝ち上がって優勝したことも本当にすごいですよね。ラヌカヌは別の動画で解説しています。概要欄にあるのでよければ見てください。キリレンコは初出場のグランドスラムで3回戦まで進んだのが16歳の時です。その後4回戦まで進めない時期が5年ほど続きます。苦しかったでしょうね。ようやく2008年にグランドスラムの4回戦まで進みます。2010年にはベスト8進出。この頃からシングルスもダブルスもランキングを上げていきます。キャリアのハイライトは2012年から13年あたり。プロデビューから10年、26歳くらい。ようやく結果が出てきたのにこの時期は怪我にも泣かされます。勝ち上がればランキングは上がるけれども試合数が増えて日程も過密になって怪我をしやすくなるのでしょう。最後の試合は2014年の9月でした。2014年は怪我の影響でガズ大会しか出場できなかったんです。正式な引退発表はありません。若くして活躍したのにその後は期待された結果を出せず、ようやく結果が出てきたのに今度は怪我。その間10年、辛い時期の方が長かったと思います。キリレンコのその後。キリレンコは最後の大会から半年も経たずに結婚しました。この結婚ちょっとワイドショー的と言いますか、昼ドラ的な感じがするんです。というのも前の彼氏と別れてから半年も経たないうちに結婚したんです。しかも新しい彼氏ができたという情報はありませんでした。さらに結婚相手は秘密。結婚相手発表は結婚式から何日も後だったんです。結婚相手は一体誰なんだってなりました。そりゃそうですよね。結婚してしばらくして相手はモスクワの公共サービスのお偉いさんだと判明。謎めいたことが多かったのでいろんな想像しちゃいますよね。現在は家族で幸せそうに暮らしています。テニスとの関わりはジュニアの育成というより幼少期の普及のような活動をしているようです。活躍期間が短く、もう一人のマリアと呼ばれていましたけど可愛い選手でした。キリレンコは今でもスタイルが良くて綺麗です。続いては私の中で殿堂入りの二人です。マリア・シャラポワ、キャロライン・ウォズニアッキ。この二人については以前の動画で取り上げています。概要欄に載せてありますから、よければご覧ください。この二人は強さと美しさを兼ね備えています。気が強そうでちょっと影があるシャラポワと、天真爛漫で周りの人を笑顔にさせちゃうようなウォズニアッキ。違う魅力を持っている二人だと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。あなたが他に知っていることとかありましたらコメントで教えてくださいね。共感できたこととかコメントをいただけたら嬉しいです。高評価を押していただくとあなたの関連動画に出てきやすくなると思います。不定期配信なのでチャンネル登録をしていただけると見逃しがなくなると思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でまたお会いできることを楽しみにしていますね。ありがとうございました。